ジャン・クリストフロマン・ドラン前回の続きからです。列車が動き出すまでに数秒過ぎた。二人はまともに顔を見合わせた。どちらも自分の車室の中で、 車窓に顔をくっつけ辺りに立ち込めている闇を通して互いの目の中をじっと覗き込んだ二つの窓が間を隔てていた両方から腕を差し出したら手先は届くかもしれなかったすぐそばだったまたごく遠かった 列車は重々しく動き出した。互いに別れる今となっては、彼女はもうお口もしないで、彼を眺め続けた。二人はじっと相手の顔に見入ったまま、最後に挨拶を交わすことさえも考えなかった。彼女は徐々に遠くなって。 彼の目から彼女は消えていった。彼女を乗せている列車は暗夜の中に通じた二人は二つのさまよえる世界のように無限の空間の中で一瞬間をそばで過ごしたそしておそらく永遠に無限の空間の中に互いに遠ざかってしまった 彼女の姿が見えなくなると彼はその未知のまなざしから心の中にうがたれた空気を感じた彼にはその理由が分からなかったしかし空気は損していた半ばまぶたを閉じうとうとしながら車室の片隅に寄りかかって彼は自分の目の上に 彼女の目の接触を感じていたそしてそれをなおよく感じるためにあらゆる他の考えは沈黙してしまった窓ガラスの外側で羽ばたきしている漢中のようにゴリーヌの面影が彼の心の外で飛び回っていたが彼はそれを心の中に入らせなかった 車が向こうについてて、室から出て夜の爽やかな空気を吸い寝静まった街路を歩いてようやくはっきりした気持ちになった時彼はまたコリーヌの面影を見いだした彼女の優しい様子や卑しい媚びを思い出すにつれて喜びと苛立ちとの混じった気持ちで その可憐な女優のことを考えては微笑んだ「しょうのないフランス人だ」と彼は低い笑いとともにつぶやきながらそばに眠っている母が目を覚まさないようにそっと着物を脱ぎかけたすると線やボックスの中で聞いたいちごがふと頭に浮かんできた。 そうでないものもいもます彼は初めてフランスに接触してからその二重性質の謎をかけられたしかしあらゆるドイツ人と同じく彼は謎を解こうとも思わなかったそして社室の若い女のことを考えながら平気で繰り返したあの女は フランス人らしくないあたかもいかなるものがフランス的でありいかなるものがフランス的でないかそれを説明するのはドイツ人の役目ででもあるかのようにフランス人であろうとアルマイと彼女は彼の心を閉めていった彼は夜中に切ない気持ちで目を覚ました あの若い女のそばに腰掛けに置かれていたカバンを思い出したのだったそして突然彼女は全く立ち去ってしまったのだという考えが頭に浮かんだ実を言えばその考えは最初から彼に起こるべきだったが彼は思いつかなかったのである彼はひそかな悲しみを感じた 彼は寝床の中で肩をそびやかした。それが俺に何の関わりがあろうと彼は考えた。俺の知ったことではない。彼はまた眠りに入った。しかし翌日彼が外に出て最初に出会ったのはマンハイムだった。 マンハイムは彼をブリューヘルと呼びフランス全体を征服するつもりかと尋ねたそして彼はこの生きた新聞からあのボックスの一件が大成功でマンハイムの期待以上だったということをお聞き知った「君は実に偉い」とマンハイムは叫んだ「僕なんか比べ物にもなりやしない。 「僕がどうしたと言うんだい?と」とクリストフは言った「君には感服だ」とマンハイムは言った「僕は羨ましいよ」「桟敷を奪ってグリューネバウムのやつらに鼻を沸かしながらその家のフランス語の家庭教師を代わりに招待するなんていや鼻輪でも捧げたいくらいだ」「僕には考えもつかなかった」 グリューネ・バームの家の家庭教師だったのかいとクリストフは呆然として言った「そうだ知らないふりをするがいいよ罪のないふうをするがいいよ僕もそれを勧めるね」「親父はもう心を和らげまい」「グリューネ・バームたちは大変怒っている気長い話じゃないんだ女を追っ払っちゃったよ」 何とクリストフは叫んだ「追い出したって僕のために追い出したのかい?」「君は知らないのか?と」とマンハイムは言った「あの女は君に言わなかったのか?」クリストフは心が暗くなった「気を揉むには及ばないよ君」 とマンハイムは言った。大したことじゃないからねそれにどうせそうなるに決まってるよいつかグリューネ・バウムたちに知られたら何をとクリストフは叫んだ何を知られるんだい君の丈夫だということをさ僕はあの女を知りもしないよ 名前さえ知らないんだマンハイムは微笑したその意味はこうだった「君は僕を間抜けだと思ってるんだね」クリストフは腹を立てた「自分の断言することを信じてくれ」とマンハイムに迫った。マンハイムは言って それではなおさらおかしな話だね。クリストフは生きり立ってグリューネ・バームたちに会いに行きあの女の証を立てると言い出したマンハイムはそれをいさめた「ねえ君」と彼は言った「君がどんなに解き立てても反対のことをますます信じさせるばかりじゃないか」。 それれににもうう。遅れだよ。今自分、あの女は遠くに行っているだろうクリストフは悲痛な気持ちになってその若いフランス夫人の行方を探そうと努めた彼女に手紙を書いて許しをこいたかったしかし誰も彼女のことを全く知らなかったグリューネバウム家の人たちに尋ねたがただ追い返されてしまった 彼ら自身も彼女がどこへ行ったか知らなかった。そして平気でいた。クリストフは悪いことをしたという考えに悩まされた。それは絶え間ない過酌だった。なおそれには消え去った彼女の目から彼の上静かに輝き渡る神秘な誘惑が付け加わっていた。 その誘惑と呵責とは新しい日月と新しい考え度の波に覆われて消えてゆくようにも思われた。しかしそこの方に人知れず残存していた。クリストフは彼女を自分の犠牲と呼んで少しも忘れなかった。もう一度巡り合おうと自ら誓った。その再会が いかに望み少ないかはよく分かっていたしかも必ず再会することができると信じていたコリーヌの方は彼が書き送る手紙に少しも返事をくれなかったしかし3ヶ月後に彼がもう何にも待っていない時に4 5の電報が届いたその中で彼女は 嬉しげなつまらないことを言い散らし彼に親しげな可愛い言葉をかけ「相変わらず愛し合っているのね」と尋ねていたそれから何の頼りもなくて1年ばかり過ぎたのち、子供らしい曲がりくねった大きな事態でしかも貴婦人らしく見せかけようと勤めながら書き殴った一辺の手紙「可愛いいおどけた数語が来た」。 そしてそれきりだった彼女は彼を忘れてはいなかったしかし彼のことを考える暇がなかったゴリーヌの魅力にまだ捉えられており彼女と話し合った考えで頭がいっぱいになっていてクリストフは彼女が若干の歌を歌いながら演じるはずの戯曲のために 一種ののメロドラマのために音楽を描こうと空想した。この種の芸術はかつてドイツでもてはやされモーツァルトから熱心に鑑賞されベートーヴェンやウェーバーやメンデルス・ゾーンやシューマンやまたあらゆる古典的学章らによって実際試みられたものであるが劇と音楽の決定的様式を実現したと自称する。 ワグナー派の勝利以来、すっかり捨たれたのであった。高顔な、幻学的なワグナー派は、新しいメロドラマをすべて排斥するだけで満足せず、古いメロドラマを飾り立てようと努めた。彼らは話される対話の痕跡をオペラから注意深く消し去って、モーツァルトやベートーベンやウェーバーらの作品のために 自己流のレシタジーブを書いたそれらの傑作の上に己の小さな具作をうやうやしく積み重ねながら巨匠の考えを補っているのだと思い込んでいたクリストフはコリーヌの批評を聞いたためにマグナー派の吟狼法の重苦しさやまた多くの醜さなどに一層敏感となっていたので 言葉と歌とを劇中で併合させレスタチームの中に結合させるのは無意味なことで自然に反する手法ではないかと疑念を持っていたそれはちょうど馬と鳥とを同じ車につなごうとするようなものであった言葉と歌とはそれぞれ自分のリズムを持っている作者が 両芸術の一方を犠牲にして己の好む方に勝利を得させようとするのならば主向できるしかし両芸術館に妥協を求めるのは両者をも共に犠牲にすることだった言葉がもはや言葉でなく歌がもはや歌でないのを望むことだった歌の広い流れが単調な 復活の両岸の間にはめ込まれるのを望み言葉の美しい裸の手足が身振りや歩行を妨げる立派な重い衣でまとわれるのを望むことだったその自由な運動をなぜ両者に残してやらないのか例えば軽快な一人で小川のほとりをたどって歩きながら無双する美しい娘のようにだ水のささやきは 彼女の無双をゆすり彼女は知らず知らずに自分の歩みのリズムを小川の歌に合わせていくかくて音楽と歌とは共に自由のままでその無双をない混ぜながら相並んで進んでゆくだろうもちろんかかる結合においてはどの音楽も立派だとは言えなかったし詩もまたそうであったメロドラマの反対者らは これまでなされた試みとその実演者たちとの素暴さに対して立派に攻撃の理由を持っていた。